PEGI 16. はい、そうですね、大きくは簡単に分けてしまうと、受動的に楽しむものというのと、まあ、能動的に楽しむものという違いがあるかなと思います。まあ、ホラーというのは、怖いというふうになって、怖いという感情自体をそもそも楽しむものかなと思うんですけども、まあ、サバイバルホラーというのはその怖いシチュエーションになったときに、じゃあ自分だったらどうやって生き残らなきゃいけないんだろうというふうに考えて行動を起こすというところが大きな違いかなと思っています。レジデントイビルリベレーションズは、RE シリーズの世界観の中でいくとバイオ4とバイオ5の中間にあたります。皆さんご存知かもしれませんが、バイオ5からですね、 BSA という対バイオテロ部隊が、登場しています。この BSA がですね、どのようにして今のような組織になっていったのか、でその組織が生まれるときにどのような、謎が、隠されていて、どのように真実が暴かれていくのかというのが、このストーリーの、一番面白いところになっています。もし、皆さんが、RE シリーズのファンで、RE シリーズをすべて遊んでいただいているのでしたら、この BSA という組織がどのようにして出来上がったかという、ストーリーを、ぜひこのリベレーションズで楽しんでいただきたいと思っております。また、今回主人公はジルとクリス、この2人が、主人公となっています。この2人はですね、初代 RE レジェントイービルの主人公コンビで、まさにですね、十何年以上ぶりにコンビを再結成したことになります。これだけでもファンにとっては非常に嬉しい要素になっているのではないかと思っています。もしレジデントイービルシリーズをですね、これまで遊んできたけれども最近のレジデントイービルシリーズ遊んでないという方いらっしゃいましたら、ぜひこの作品からもう一回レジデントイービルシリーズを遊び始めていただければなと思っています。主人公はジルとクリスですが、それ以外のキャラクターはすべて新しいキャラクターになっています。パーカー、ジェシカ、キース、クエントなど、さまざまな魅力的なキャラクターが出てきておりますので、シリーズの、流れを知らなくても十分に楽しんでいただけるような作品になっています。レジデントイービルリベレーションズは RE シリーズファンの皆さんが求めるサバイバルホラーを楽しめるゲームになっています。また今ですね、登場してきました各クリエイターたちが非常に情熱を込めて作っていたゲームです。ぜひ、このゲームをですね、手にして遊んでいただいて、楽しんでいただければと思います。そして、このゲームの感想をですね、ぜひ、我々に届けていただければ非常に嬉しく思います。